古代ローマのファスケス日本のファスケスを描いた高さ1.5メートルのレリーフ。ディオクレティアヌス浴場のローマ国立博物館、所蔵リクトルファスケスは束を意味するラテン語の名詞ファスキスの複数型で通常は斧の周りに木の束を結びつけたものを指す。古代ローマで高位公職者の周囲に付き従ったリクトルが捧げ持った権威の表彰として使用され20世紀に ファシズムの語源ともなった。日本語では、義さかりや剣標、木の棒を束ねていることから、束管などと訳される。ファスキスは、斧の周囲に十数本から数十本の棒を廃し、革の紐で束ねたものである。王政後期に、エトルリアからもたらされたものとされ、王の権威の象徴であった。共和制に移ると、王の権限に由来するインペリウムの象徴とされ、インペリウムを保持する。 高位公職者である独裁官、執政官、法務官などの周囲にファスキスを持つリクトルが配された。ファスキスの意味するところは、権力と求心力の象徴としての斧、その周囲に団結する人々であると言われる。刑罰のための斧と無知が、懲罰刑を象徴するとの説もあるが、実際に戦闘や処刑に使うことを目的とするものではなく、もっぱら権威を表すために用いられた。 共和世紀に入ってからは原則として、ローマの市内では、斧は取り外され、棒の束として使用された。またコンスルの葬儀の際には、ファスケスは、逆さまで捧げ持たれた。ローマ以降には、ファスケスのデザインが力や正義、結束や団結、共和制などの象徴として、各国の政府や団体に用いられた。特に20世紀に、ファシズムの語源ともなり、 そのシンボルとしても使用された。現在でも見られるものには、アメリカ合衆国会議本会議場、リンカーン記念館の装飾やリンカーン像、フランス領事団が用いる紋章、エクアドルの国章などがある。ファスキスのイタリア語読みである、ファッショの複数形である、ファッシュは、団結を意味する言葉として、イタリアの政治的団体に用いられるようになった。1919年に、 ベニート・ムッソリーニは国粹主義団体イタリア戦闘者ファッシを結成する際この語を用いた。その後1921年にはイタリア戦闘者ファッシはファシスト党へと改祖された。ムッソリーニは党の行動原則としてファッシを語源とするファシズムを提唱しファスケスを党の象徴として党器のデザインやパレードの装飾として用いた。しかし同様に 全体主義国家のシンボルとして用いられたハーゲンクロイツと異なり、象徴としてのファスケス使用の禁止、表現の自粛などの強い動きは起こっていない。従来から伝統的にファスケスを用いてきた団体などは継続して、衣装として用いている。ありがとうございます。